福野駅は、富山県南都市松原市にある、西日本旅客鉄道上花線の駅である。2004年11月11日に、周辺市町村の合併により誕生した南都市の市町室が、最寄りの市役所福野庁舎にあることから、市販時刻表の作品地図では、南都市の代表駅として表記されている。1922年当時の福野駅構内、1964年当時の、 福野駅構内。写真右側に停車中の列車は、下越能鉄道の車両相対式ホーム2面2線を有しており、列車交換が可能な地上駅である。上りホーム側に駅舎があり、各ホームへは、木造の古線橋で連絡している。駅舎は開業以来の木造平屋建てで、富山県内最古のものである。かつて駅舎入り口に掲げられていた駅名標は、 2015年7月から8月にかけての改装工事の際に撤去され、一時金沢市へ廃棄物として運搬されていたが、これを惜しんだ栗山福の中部自治震公会会長や長井久美子南都市議会議員の要望により、腐食防止のためアクリル板で覆った上、当駅ホームに再び設置された。同駅名標は1970年頃に設置されたもので、 中島春緑南都市書道連盟委員長の記号であるという。北陸広域鉄道部の管理下にあり、地元のタクシー会社が駅勤務を受託する管理委託駅であるが、緑の窓口や自動券売機もある。当駅における貨物取扱いは1980年9月25日に廃止された。かつて当駅に接続していた川田工業専用線は一部が残存している。 1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。富山県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。駅前は、 再開発が行われ、旧市街とは違った雰囲気を見せている。駅前からはかつて開通の鉄道開通線が運行されていた、イスルギアイナミ、小川方面へのバスが発着する。なんとしえバス南バス、ありがとうございます。